頑張ります。ちょっと編成変えたけどどうかな。トントン、やばい、トントントン、これしてみたい。これ動けなくなるらしい、しばらく。あ、でもそうでもないね。あとこれがファイガーバースト、ファイガーバーストどうだ。あ、ファイガーバーストなった今。いや、あ、逆だったかな。やばい、ほいほい、やばい、回復して、やーん、はいはい、痛い、結局これ食らう。ふっふっ、せい、オッケー、挑みたい、負けたくない。うわうわ、これ結局避けれないからな、きっつ。さあ、魔法ばっかの編成にしてみました。どうだろう。むずい、ね、ゴーゴーゴー使って、にゃー、むずい、待って、あー、きつ。いや、でも頑張ればいけそう、もうちょっと。よし、もう一回頑張れ、私負けるな。いけ、あと2ゲージだぞ、あと2ゲージだぞ、いけるぞ、頑張れ頑張れ、近づけない方が楽。トントントン、頑張って、バコバコして、バコ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 、オッケーオッケーオッケー。ドナルド、ドナルド、この後何行く、やばい、ゼロゼロ、オッケーオッケー、きつい、炎よ、ラストメーターそろそろだぞ、ラストメーターそろそろだぞ、頑張れ。でエネミーカードもそろそろ使わないと、やばい、ゼロがない、ゼロがない、こっち、オッケー、オッケー、ちょっと待って、これ使っておきたいな。あとこの回復するやつも使って、使った今、やばい、冷静に見て冷静に見て冷静に見て、来た来た来た、オッケー、やばい、ゼロないと、ちょっと待って、いけるかいけるか、今リジェネがまだあるから、頑張れ頑張れ頑張れ、ラストワンメーター来た、ラストワンメーター来た、回復して、今のうちに回復する、ロック、これやばいね、でもそろそろ回復できなくなってきてる、いけ、よし、入った入った、やばいやばいやばい、この回復してる時が本当にやばい。いけるぞいけるぞ、頑張れ、負けない負けない、ゼロ、回復もしたいね回復もしたいね、いや、でもゴリ押すかゴリ押すかゴリ押すか、回復も行きたい、いけたいけた、トナルド、雷、よっしゃった、レベル上げとかせずにいけた。リク、二度目の敗北だぞ、お前は。そら分かったんだ。よし。よしよし。頑張った。目覚ましてくれないかな。結構、残念だったな。ボロボロになったでしょ。お前なんかと戦っても、俺は何にも思い出さない。なあ、リク。喧嘩する暇があったら一緒にナミネを助けよう、助けよう、一緒にだと、助ける状況にあるの、お前らしいよな、そうやってお前はいつも俺の心に踏み込んでくる、待てよ、俺がいつそんなこと、どうせ忘れたんだろ、もうなんかひっちゃかめっちゃかだな、どうでもいいことだったんだ、リクの感情が、この感じまだもう一回ぐらい戦いそうだね。助けるからな。マグネスパイラル。マグネスパイラル。複数の敵を自分の近くまで引き寄せてから攻撃します。ふむ。なんか気絶効果とかは、リクは解除してきましたね、多分。気絶効果とか効かなかった。リクの記憶を取り戻せば、きっと仲直りできるよ。
そうありたいね。リクって頑固だな。昔からだったのね。結構頑固だよね。ちょっとびっくりしちゃう。次の回行くぞ。ナミネちゃん、あれちょっと元気なさそう。お、アクセル寝てるのかな。でっかいね。苦しいか、ナミネ。お前のせいで幼馴染の二人が争ってるんだからな。同情するね、心から。やめときな。かわいい。誰でもない俺たちは誰にもなれない。ん？特別な存在なのかな。まあイラストが白になるくらいだもんね。間違いじゃなければ多分。そら自分を失っちゃダメだよ。リクと俺考えてることは一緒なんだ。二人ともナミネを助けたいと思ってる。なのになんで喧嘩になるんだ。難しいよね。そりゃリクとは昔からいろんなことでぶつかってきたけどさ。喧嘩するほど仲がいいんだよ。うん、俺はそう思ってた。でもあいつは違ったのかな。弱気だな。三人は親友でしょ。そうや、リク。え、ドナルド。誰だ。ドナルド。え、サラもやばい。ああ、私たちの記憶もだいぶ怪しくなってきたね。そうだね。そら、先を急ごう。リクだってちゃんと話せばきっと分かってくれるよ。だよな。いつだって一緒だったもんな。俺とリクとナミネはさ。おい、帰りは？帰りのセリフは？待って、今すごいゾッとしたんだけど、帰りって言わなかったな。え、忘れたんだろうな、帰りのこと。かって、帰りだよって、そら言えばよかったのに。怖っ。かい、変だな、名前が出てこないよ。かいまで出てきたら、りは出てくる。そらとりくとナミネが一緒に笑えるようになればいいね。ルーフィーはもう忘れ去った感じするね。セーブで。わあ、でも何回か戦ってボスに勝てるのは嬉しいですね。これでついにホローバスティオンまで到着するぞ。ホローバスティオンの世界は、ホローバスティオンで最後戦ったのはアンセムだったよね、確か。アンセムが出てくるってことかな。では、ホローバスティオンに行きたいと思います。これが持っているカードの中で、あっ、てっきりホローバスティオンだと思ってたけど、ネバーランドがあったね。ネバーランド行ってなかったので、ネバーランドに行きたいと思います。もしかしたらだけど、あの空中をピューって飛べるグライドだっけ、手に入れられるかもしれないですね。このピーターパンのとこは戦闘の音楽が良かったような気がしますね。ここは船の中。足元が少し揺れてるね。それに波の音もするよ。わかった、船だ。船の中なんだよ。とにかく出口を探してみるか。でもどっちに進もうか。あ、ティンカーベル。やっぱり飛べるようになりそう。君は一体、あれ、やっぱり忘れちゃってるってことかな。私たちを助けてくれるつもりかな。君は一体ティンカーベルのことは知ってたよね。当たってるみたいだね。助けてくれる。ティンカーベルが助けてくれるのってウェンディだっけ？ピーターパンに会いたいんだっけ？グライドを覚えた、やっぱり。
懐かしい。この操作方法なんかすごい、やったーってなるんだよね。なんかフィールドの行けない場所に行けるようになったりとか、そういう、ちょっと、普段できなかったことができるようになるとちょっとテンション上がりますよね。いっぱいいるね。さあ、強くなってそう！頑張ります！炎よ！あ、そうだった。やばいやばい。炎よ！あれだった。あの、マジックばっかりのデッキにしてるんだった。別のデッキもあるから、デッキ変えた方が良さそう。やばいな。海賊団いっぱい。あ、まだ6のカードキャンセルされるほどじゃないんだね。敵によってはもう7とか出してくる敵いるからね。オッケーオッケー。ルフィトルネード心強い。ここにもいるよ。オッケー。まだ出てくる、まだ出てくる。オッケー。いい曲やっぱり。いっぱい敵がいるからデッキ変えて、デッキチェック、デッキ編成、デッキこっちに戻しいので行こうかな。 OK。 はい、ではちょっと間が空いたんですが、続きからやっていきたいと思います。敵はあの配信外で結構やっつけてストーリーを進めていくっていうところからになるんだけど、ちょっと前やった感じと変わってた部分があって、今はね、今は大丈夫なんだけど、こうやって今まで開けた扉を戻る時にもカードが必要な時があるみたいです。なんか多分いっぺんに全ての扉を開けたら大丈夫みたいなんだけど、なんか中途半端に戻ろうとしたりするともう一度扉にカードを入れないと戻れないみたいなシステムになってるみたいでした。うん、ではとりあえずストーリーを進めていきたいと思います。プレミアルームでね、ここのストーリーは確かあれだよね、なんだろう、ここ船の上かなみたいな、とりあえず出口を探してみようみたいなところにティンカーベルが来て空を飛べるようになったところからだったと思います。ピーターパンかウェンディーたちに会えるのかな、どうでしょう。捕まってたりする？前回捕まってたよね、そういえば。さっきから似たような部屋ばっかだな。どこのステージも結構似たようなとこ行き来するけど、もしかして僕たち迷っちゃったのかな。頼りにならないな。なんでだよ。みんなで一緒でしょ。あ、ティンカーベルに言ってるのか。へそを曲げたみたいだね。おいおい、なんだい、ティンク、よりによって海賊を連れてくるなんて。あれ？ああ、ピーターパン海賊だと思った。おっと、近づかないでくれよ海賊め。僕に手を出すと痛い目に遭うぞ。海賊？失礼なこと言わないでよ。僕たちはなんて言うんだろう、時の旅人みたいな。そら、こういう場合なんて説明すればいいのかな。でも、ティンクがいてくれてるから、え？そんなの急に言われても困るってドナルド。グフィはどう思う？助け船出して。わかったわかった、もういいよ。空にドナルド、グフィか。言われてみれば海賊だったら、自分の船で迷うはずもないか。はあ。あれ？あ、この船の乗り組員だと思ってるってこと？それに格好も変だしね。ピタパンに言われたくないです。また失礼だな。海賊ってことは、この船海賊船なのか？そうとも、君たちはフック船長の海賊船に閉じ込められているというわけさ。はあ。閉じ込められているのはそっちも同じじゃないか。僕は冗談じゃない。助けに来てるんじゃないかな？込められてる誰かを。ピーターパンは誰にも捕まえられたりしないさ。僕はただチャンスを待っているだけなんだ。何のチャンスだい？友達のウェンディが海賊に捕まってて、この船のどこかにいるはずなんだ。でも意外と警備が厳重だから、ティンクに頼んで海賊たちの隙を探してもらっていたんだ。キラキラー。ところがティンクはなぜか君たちを連れてきたってわけさ。助けられると見込んでくれたのでは？もしかしたらティンクはこう考えたんじゃないか？
俺たちが力を合わせて船の中で暴れたら、海賊が気を取られて隙ができるんじゃないかって。モンストロみたいな考え方。そうだよって言ってる。当たってるみたいだね。ティックって喋れないんだっけ。どうかな、俺たち船を出るまで協力しないか。ソラの恐るべきコミュ力。まあいいかな。もちろん僕一人でもウェンディを助けるなんて簡単だけどね。ツン、君たちも困っているようだから助けてあげるよ。ピーターパンってさ、こうなんだろう、ディズニーのヒーローの中ではあんまりイケメンじゃない方だなと思う。やっぱり失礼だな。私の発言も失礼かも。導きのキーカード。ほい。ウェンディを探し出し、一緒にこの船から抜け出すっていうところだね。オッケー。いらないかな、カード。とりあえず大丈夫そう。でマップの見方ようやく分かったって言ったんだけど、これの見方も分かった。これ今ここにいて丸っとしたらなんだ。あー、そういうカードで行きましたよってことかな。で多分これで見るとどこに何があるかとかが分かるんだね。ここにハートレスのボスマークがあって、今ここだから、ここ行ったらこっちに行って行けるってことかな。うんうん、迷わないようにできてたみたい。私が迷っただけで。でこっちってことかな、合ってる。よいしょ。敵は全部やっつけたので大丈夫だと思う。見ましょう。あ、いや違うな、こっちじゃなさそう。こっちで OK だね。あとはモーグルの部屋に出て行けば OK。 なんかあの配信外でね、結構無駄にカードをプレミアム化しちゃったことによってちょっと戦闘が大変になっちゃったんだよね。カードバッグ買っていくか。カードをプレミア化するとあのデッキに入れる時の数が減って、デッキにたくさんカードを入れやすくなるんだけど、プレミアカードって1回使っちゃうと普通のリロードでリロードできなくなっちゃうカードだったんだよね。これ私うっかり忘れてて、あの9とか8とかのキーブレードのカードをプレミア化たくさんしちゃって、すごい今困っている。はいはい、なんか微妙、ありがとう。ほい。まあモーグリのカードはこの扉出ちゃうとまた使えなくなっちゃって、このお部屋に戻ってこれなくなっちゃうから、交換できる分は交換した方がいいのかなと思います。9ぴったり、9ぴったりですね。戦闘なるかな、戦闘なるかもしれないから使っていくか。ちょっとバツ決定にしちゃう。9ぴったり。さあどうなる。フック船長って何と戦ったっけ。フック船長と戦ったかな。いたいた、よかった。ウェンディー、ピーター、ピーターパンと仲間たちです。やあウェンディー、元気かい。お供の3人と一緒に助けに来たよ。さあこんな船は抜け出してネバーランドで楽しもう。永遠に子供のままでね。あのね、ピーター、そのことなんだけど、私、ロンドンに帰りたいの。何を言ってるんだい。このネバーランドにいれば、君はずっと子供のままで毎日遊んでいられるんだよ。でも、ロンドンに帰ったらいつまでも子供じゃいられない。大人になってしまうんだ。大人はネバーランドには来られない。僕とも会えなくなるんだ。ピーターパンは子供なのか。わかってる。それでも私帰りたいの。せっかく僕が助けに来たのにもう会いたくないって言うんだね。違うわ、そんなつもりじゃ。いいさ、そこまで言うなら勝手にすればいい。僕はもう知らないよ。わ、置いてくんか。フェンディの顔、何あいつみたいな顔してる。おい、ちょっと待てよ。ああ、行っちゃった。ピーター、勝手だな、どうすりゃいいんだ。とりあえず助けてあげなきゃじゃない。
いい考えがあるよ。とにかくこの船を出てから考えればいいんだよ。それ考えじゃないよ。間違ってないけど。でもここから一歩出たら敵だらけなんだよな。え、そう？さっきやっつけといたよ。じゃあウェンディはしばらくこの部屋に隠れてて、俺たちが敵の注意を引きつけるよ。うん、わかった。名前も知らない状態なんじゃないの？今この二人って。ここにいればそのうちピーターが考え直して戻ってくるかもしれないしね。軍師かピーターでしたね。ピーターって大人なのか？ピーターパンっていう存在だけがずっとネバーランドに囚われてるっていう感じだったら、かわいそうって感じるのも感じるけど、どうなんだろうね。ピーターパンって何なんだろう。ティンカーベルみたいになんか妖精の一種だったっけ？覚えてないな。では、ここがハートレスの最後のルームだね。になるから、ちょっとデッキを組み替えていきます。デッキもだいぶ組み替えてはいるんだけど、やっぱボス戦になるとゼロをいっぱい入れないといけない感じはするから、まあ、ゼロをいっぱい入れておこうかな。とりあえず組み替えて、ちょっとプレミアカードばっかりなんだけど、まあ、9と8いっぱい入れの、まあ、0、ハイポーション0とストップ0、0、0と、まあ、ファイヤーとか入れ、エーテルも0で入れました。で、ハイポーションとポーション入れの回復こんなで。いや、回復もちょっとないと心配かな。ちょっと待って。回復もちょっと入れようかな。これでいいかな。回復こんだけ入れの、これでいけることを祈ります。ということで、フック船長と会うんでしょうか。1ぴったりじゃないといけません。ダメージアップルーム、スタンプラスルーム。1ぴったりある。これ今のあれだよね。攻撃力がアップするやつだよね。が、効果あると祈って。いきます。いけ。さあ、フック船長。に合いそうだね。前回はなんか船長室からこういう甲板に出て戦ったような気がする。うわ、やっと外に出られたね。出たのお前たち。あ、来た来た来た。フック船長、おいこら、よくもこのフック様の船を荒らしてくれたな。さてはピーターパンの仲間だな。仲間なのかな。同行者って感じ。ピーターはそう思ってないような気がするよ。ウェンディを置いて勝手に消えちゃったしな。へえ、人が話しているのに無視して内緒話なんて、なんて無礼で身勝手なガキだ。やっぱりピーターパンの仲間だな。そう思いたかったら勝手にしろよ。とにかく俺たちはこんな船からは降りさせてもらうからな。ウェンディはフック船長が意図的に捕まえて、ピーターとこの空たちは関係なく乗ってるって感じだよね。ウェンディも一緒にね。おっと、無駄な抵抗はよせ。あれが見えないのか。あれ、こんな状態になるっけ、本当のピーターパンも。ウェンディ、お前たちが逆らったらウェンディは海にドボンだ。チクタクワニが。やめて。俺だってやりたくない。ウェンディはピーターパンをおびき出す大事な餌だからな。だらったらおびき出されてあげようじゃないか。来たぞ、ピーター。よかったよかった。ピーター。やあ、フック船長。お望み通り来てあげたよ。僕に何の用だい？黙れ。お前に左手を奪われた恨み、今日こそ晴らしてやる。そうだったのか、このフックになってるフック船長の左手は。これは、うわ、おっと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 、おお、ちょいってやるかと思ったピーターが。このフック様をバカにしやがって。ピーターパンもお前らもまとめて片付けてやる。あ、ピーターのフレームカードが来そうですね、この感じ。お、え、フック船長と戦うんか。あれ、今まで、あ、でもアーサラとも戦ったね。さあ、強そうですな。頑張りましょう。とりあえずボコボコ作戦で。あ、でもめっちゃ高いの出してくるな。
なんかいろいろ出してくる。危ない危ない危ない。ストップ。あ、でも効かないな。よしよし、危ない。やれてる？ HP ゲージ1個削ってるか。痛い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 。やめたれい。よしよしよし、でもそろそろ。危ない危ない危ない。なんかストックしてるけど3しかストックできてないから。炎よ。いけ。あちちちちち。回復したいね、そろそろ。回復したいな。あ、間違った間違った、もったいないことした。あ、ピーターパンいるぞ。ピーターパンどうだ。お、戦ってくる。プシュ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 。お、もうフリーポイント出してくれてる。オッケー。あ、やばいやばいやばい。あ、大丈夫だった今。いや、意外と大丈夫だな。8、いけるぞ。頑張れ。あ、待って待って、大丈夫だね。あのストックもそんなに高い数でストックしてこないよ。あれプレミアカードなんかな、青いけど。あ、全然余裕。すごい、なんかシュートした瞬間みたいなポーズ決まってた。これで終わりか。よし、レベルアップ。 OK、 ここのステージでレベル4ぐらい上がりました。あ、なんか封じ込められたフック船長。はい。顔が。え、どうしようかな。CP 割と安定してきたけど、ストック技そろそろ覚える？ストック技もう一回も使ってないからな。やっぱ HP アップで。ストック技から逃げ続けてる。フック船長どうなった？助かったよ、ピーター。君たちに任せようと思ったけど、危なっかしくて見ていられなかったのさ。でも君たちすごいじゃないか、見直したよ。ところでウェンディ、さっきの話だけど考えは変わらないかい？うん、私ロンドンに帰りたい。ウェンディ以外にも兄弟とか姉妹がいなかったっけ？ふう、やっぱりね、みんないつか大人になって忘れてしまうんだ。子供の頃に感じたことや大切な思い出、それに僕のことも。どうしてそんなこと言うの？私ピーターのことを忘れたりなんかしないわ。今はそう思うかもしれない。でも思い出そうとしても思い出せなくなってしまう。少しずつ、ほんの少しずつ忘れられて、大人になる頃にはここでの思い出はみんな消えてしまう。消えるなんて言うなよ。大切な記憶なのに思い出せなくなることってあるかもしれない。でもさ、忘れるっていうのは記憶が眠るっていうことで、消えるって意味じゃないと思う。だからもし忘れても、何かのきっかけで記憶が目を覚ませば必ず思い出せる。心に焼き付いた大事な思いは絶対に消えない。俺はそう信じてる。ええ、絶対に。いいセリフだった今の。絶対にか。帰りのことも思い出してね。不思議だな、大人になると僕の姿は見えなくなるはずだけど、君たちなら大人になっても大丈夫って気がしてきたよ。よし、じゃあ僕も信じてみよう、君たちとの再会をね。ピーター、ロンドンへ帰ろう、ウェンディ。ピーターはずっと子供のまま。さよならだ、ソラ。いつか大人になった君との再会を楽しみにしているよ。ピーターはずっと子供のまんまで、いろんな子供が大人になるのを見守ってきたってことだよね。だから、何百歳っていう可能性もあるってことだよね。あ、帰ってきた。どうしたの？あ、なんかくれるんかな？ありがとうって。どうしたんだい、ティンク。キラ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 、ありがとう。あー、ティンクがカードになった。ピーターパンのプレゼントかな。ティンクだったよね、今の。失礼だと思ってたけど、意外と親切だね。あ、え、なんで？モグリ降ってきた。これもピーターパンのプレゼントかな。
リフビュー、やっぱり失礼だな。え、ピンク、かわいい。終わったぞ。意外とすんなり終わったけど、このあと確かビクセルが待ってそうな気がしている。ビクセルが出てきてから登場までだいぶかかってるけど、そろそろビクセル、ビクセンだっけ、名前が心配になってきた。ビクセルが出てきてもちょうどいい頃合いなのではと思って。あのラフシーヌからアクセルからリクから全部あそこら辺の人たちとの戦闘めちゃくちゃ大変なんだよね。一旦セーブでどうなることやら。ではさ、またリクに会えるか。警戒してる。誰もいない。空と戦う気がなくなったのかな。だといいけどな。そういう感じじゃなさそうだけど。え、何事もなく進む？何事もなく進む。次の回では起こるよ多分。リクはもう空と戦う気をなくしたんじゃないかな。いやー、そんなことはない。どこかにリクが隠れてるかもしれないよ。空気をつけて。気をつける。でも戦ってみないと次のデッキは組めない気がする。あ、この人、この人、ちょっとブサイクなセフィロスさんみたいな人。どうなってんの、ビクセン。ビクセンか。空を迎え撃つはずのリクはどこで何やってるわけ。空を誘い込むためにわざと姿を隠してるのさ。そういうことにしといてやれよ。どこ行っちゃったの。そうだったの。全然気づかなかったわ。ごめんなさい。ビクセンのコマが。黙れ。リク。ありがちな反応。ダメね。心がないやつはつまらないわ。言わせておけば。心を持たないのは貴様も同じではないか。やめろ。心持ってるでしょ。マルーシャ。マルーシャ。初めて顔。なんか思ってたより若い。ビクセン。あなたの作戦が失敗に終わったのは事実だ。これ一番最初に出てきた人だ。これ以上我らを失望させるな。ふわふわフェア。失望だと。ズニドルだ。機関において貴様のナンバーは11。ナンバー4の私が貴様ごときに。我らの指導者は白戸ナミネを私に任せた。白戸ナミネを任せた。この場で私に逆らうのなら機関への反逆とみなす。反逆者は消す。そういう掟だったっけな。中途半端な役立たずもいらないわ。うん。ビクセン、あなたでは空に。なんでビクセンだけこんな当たり強いんだろう。みんな別に負けたのに。無知とは哀れだな。お前たちには物事の表面しか見えんのだ。我が力を理解できるはずもない。めっちゃ鎌だったのですね。ならば証明していただきたい。何？同志の力を疑いたくはないのだ。心にもないこと。いい声だな。心ないんでしょ。あんな風に消しかけたらビクセンのやつ本気で空を消しにかかるぞ。誰も望まない結末だな。そうだよね。空を殺したいわけじゃないんだよね。この人たちは何をしたいんだ今。さあどうする。このままではお前の勇者が消されてしまうな。ナミネちゃん、かわいいね。けれど彼はお前にある約束をしたはずだ。そうだったな、ナミネ。この子の…はい。あ、喋った。真の力か何かを引き出したいのかな。何事もないよ。10回まで来たんか、ついに。ということはその分たくさんの記憶が消えてしまったんだろうな。そうだね。帰り忘れちゃってる。今からでも遅くない。え、引き返した方が良くないだろう。ここまで来てできないよ。俺昔の約束を破りたくないんだ。とりあえず上がって下がるしかない。なんだねそれは。小さい頃ナミネに約束したんだ。思い出したんだ。どんなことがあっても必ず守るって。でも忘れてた。
いろんな記憶をなくすまで思い出しもしなかった。二人で約束してたのに。だからこれからなんだ。ずっと忘れていた約束を今から守るんだ。そうか、わかったよ、ソラ。今ある記憶の通りに動くしかできないよね。会議のことはほんとすっかり忘れちゃってる気がするな。前回登ってくるときに俺とリクとナミネがって言って、カイリのこと1ミリも話に出さなかったからね。ナミネとの約束を覚えてるってことは、ソラの大切な思い出は消えてないってことだよ。消えた代わりに引き出された感じでしょ。大切な約束はちゃんと守らなくちゃね。これ何なんだろうね、カイリとナミネって逆の立場みたいな感じなのかな。両方とも一緒に覚えてることはできないみたいな可能性もあるよね。でも多分次でホローバスティオンのカードで、こっから先はまたあのヴィクセンからカードをもらえたりするのかな。行きましょう、ホローバスティオン。あのいい音楽かもしれない。行きます。キラリーン、君に決めた。ジャキーン、美女と野獣も、野獣もいるかな。